雪虫の一種雪虫とは、アブラムシのうち、白線物質を分泌する線が存在するものの、通称、体長5ミリメートル前後の全身が、面で包まれたようになる。この虫の呼び名としては、他にはタムシ、ユキホタル、東京地域の大タや、シーラッコ、シロコババ、京都地域のユキンコ、伊勢地域のオナツコジョロ、ミト地域のオユキコジョロがあるほか、シロバンバといった俗称もある。 小説、白バンバのタイトルは、この虫に由来する。具体的な種としては、戸田の根を渡虫などが代表的な存在である。アブラムシは普通、羽のない姿でたんため生殖によって、多数が集まったコロニーを作る。しかし、秋になって越冬する前などに、羽を持つ成虫が生まれ、交尾して、越冬のために産卵する。この時の羽を持つ成虫が、 動物質を身にまとって飛ぶ姿が、雪を思わせる。アブラムシの飛ぶ力は弱く、風になびいて、流れるので、なおさらに雪を思わせる。北海道や東北地方では、初雪の降る、少し前に出現すると感じられることが多いため、冬の訪れを告げる、風物詩ともなっている。オスには、口がなく、寿命は一週間ほど。メスも卵を産むと死んでしまう。熱に弱く、 人間の体温でも弱る。俳句では冬の季語。同じ雪虫と呼ばれる設計川ラは黒い昆虫で春の季語。日本国語大辞典、ことばんく。綿虫とはことばんく。2020年4月26日閲覧。日本国語大辞典、雪ホタルとはことばんく。2020年4月26日閲覧。 世界大百科事典内研究シーラッコとはコトバンク2020年4月26日閲覧ありがとうございます